ある日なんかママ友に、なんか障害なんか持っててなんか大変かわいそうだねみたいな、なんか健常の子ってすごくいいよみたいなことを言われて、本当にもう超イライラして、イライラっていうかもう憤慨してなんかそんなこと言われる筋じゃないし、じゃあ健常しか育ててない子、育てたことないのに、なんでこっちが何大変とか不幸、なんか不幸みたいなことを言えるのと思って、だから今までかかってきたこともないのに、なんか障害の人になんかリトミックとかピアノとか教えたいみたいなことを言ってる人にそういうことを言われたのでなので何かもしなんか大変なこととか障害のことでちょっと悩むことがあっても言われたことを思い出し、その人を敵にし、心の中でも今は本当無関係なんですけど、そうやって言ったその人にかわいそうとも二度と思われないために、今楽しく生きてやるぞみたいな、なんかダメかもしれないですけど、それで乗り越えたっていうか、踏み台にしてるつもりでいます。外側症候群です。あと知的障害と自閉もあるかなって感じで、外側症候群は他の染色体の一部が欠けていて、なんかいろいろな合併症とか、あと顔の特徴とかがあります。あとはうちだけじゃないんですけど、人懐っこい子がすごく多くて、ニコニコ、うちもそうなんですけど、ニコニコよくしています。障害名とか病気の名前はなくて、3歳過ぎぐらいからなんか転びやすくなって、歩くのがすごい どうしたんだろうみたいな、今まで走れてたのが走れなくなり、足を引きずるようになり、で毎日転ぶし、で足もちゃんと動かしてごらんって言ってもちゃんと動かしてるって言って、本人は動かしたいけど動かせないみたいなことがあって、でリハビリも通い始め、通院も始めたんですけど、検査の結果どこも異常なくて、検査入院もしてもわからなくて、はい、で未だに原因がわからない状況です。すごい小さい頃に母がダンスをやってて、そこに幼稚園上がる前から連れてかれていて、なんかダンスがある生活がもう当たり前 で自分もやりたいなって思って、母親にやりたいなって、バレエやってみたいなみたいな感じで言ったのが一番最初のきっかけで、そこからずっと途切れることなくずっと踊ってるって感じです。あまり楽しくないのかなって思ってた子がなんか嬉しそうになんかこうリズム取ったり、なんか足ちょっと動かしてみたり、あと1年生から4年生まで全部全員が同じエクササイズなんですけど、1年目はあんまりやってくれなかった子が2年目でもう少しできるようになったみたいな、そういう変化が見られたりするとすごい嬉しいなみたいな、やってよかったなみたいな思います。もう準備が終わってきた。
できる範囲でいいです。で切ってよくできる範囲でいいから切ってみるのもらう。あ、うんだってよ。髪切ってもらう。やめとく。切ってもらう。わ、すごいじゃん。生油。うわ、ワンツースリー、ワンツースリー、ワンツースリー。本当分からん。クリアするからもうちょっと広がった方がいいよ。はい、足ね、横開いて、肩一つ後ろ、お尻締めてね。はい、ブーレ、ブーレ。私の母が立ち上げたダンスチーム戦士番号っていう名前です。新聞の取材を受けて、その時に夢なんですかみたいな、一緒にステージに立ちたいですみたいな、一緒にステージ、あの息子と一緒にステージ立つのが夢ですって言った夢が今ちょっと今もう叶っているので、その叶った夢をなんかずっと維持し続けたいなっていうのはすごいあって、もうその維持し続けるっていうのをちょっとこれからも頑張って、でできることならもっと大きなステージも目指せていけるような二人で二人じゃないですけど、ゆうすけと大きなステージ目指せていけたらいいなとは思います。はい、なんで踊りどんな感じ？こうちゃん頑張る。こういう感じ。違うでしょ？頑張りますでしょ？頑張ります。頑張る。こうちゃん、踊り上手に踊れそうか聞いてるんだよ。はい、頑張ります。踊り上手に踊れそう？うん、頑張ります。やれ、頑張ればできると思うんですけど、調子に乗らなければ頑張ってくれると思います。踊りどんな感じ？ここからじゃあ2列になって、踊る、よく踊ろう。ここで教えるきっかけを気づいてくれたのはゆうすけ、きっかけは全部ゆうすけだったので、自分の人生、今自分の人生があるのもゆうすけのおかげな感じがあります。ゆうすけに出会うべくして出会ったんだなみたいな、ゆうすけのママになるために生まれたんだなみたいな思います。なんかずっと小さい頃からヒーローになりたいって言ってるので、そのヒーローに近づけるように毎日元気に楽しく、いつまでも家族を楽しませてほしいと思います。Thank you.